とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ダウンロードコンテンツ、来ましたね。海のマップが登場しました。で、そして、これ俺ね、めちゃくちゃ驚いたんだけども、普通の矢とダイナモ、このセットが、超強化されたね。超強化した。もともとめちゃくちゃ強くて、これは修正来るだろうなと思ってたけども、修正来ませんでした。さらには、超強化された。何が強化されたかっていうと、普通の矢を撃っても、ダイナモが消費されません。撃っても、ダイナモが、もうそのまんま残るのよ。なので、20のダイナモを、何発も何発も打ち込むことができる。これとんでもない強化だよ。これは半端じゃない。ただ、普通の矢とか、炎の矢とか、そこら辺を打っちゃうと、ダイナモが切れるのよ。なので、普通の矢を常に発動させとくっていうのが重要になります。もうほんとね、無限がね、これはすごく重要なスキルに、なってくるんじゃない？見てこの威力。半端じゃないよ。なんだこれ。すごい花火だ。やばい。まあ、とりあえずね、この超強化された普通の矢ビルド。これを使って、ここに行こうかな。季節のミッション。はい。この季節ミッションを7回クリアすると、マントが入手できるみたいなので、はい。やっていきましょう。プラス 25! ここの変更点が、無防をつけてんのか。ということは、HP が 60% ダウン。ちょっとまずくないか。ちょっとそれは、まずい気はするけども、まあ、ソウルがね、一発で溜まってくれれば、もう問題ない。うん。威力も上がってるってことだからね、攻撃も。一撃でいけるね。とにかく、まずはソウルダメからやっていきましょう。しゃあ。ソウル、溜めない。お、あ、大丈夫だ。やばい。やばい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 。あ、味方回復がついてんのか。あ、無防がついてるけど、なんか、耐えれるぞ。あ、いやいや、あんまり耐えれないわ。あんまり耐えれない。きついに越したことはない。よし。オッケーオッケーオッケー。ソウルも溜まってきたね。ダイナモも20までいってる。よし、オッケー。いくぞ。めちゃくちゃ強いこれ。ただソウルがちょっと足りなくなる可能性はあるかな。うん。あ、いや、無限が入っててよかったわー。無限があってよかったー。ほんと。しゃ。あぶねえ。おーおーおーおおお、ま、とにかく、普通の矢を切らさないように、行きましょう。わおわおわお、ズキュンズキュンズキュン言う。やばいやばいやばい、死ぬ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 。あぶねえ。この特攻型のね、クリーパーにはちょっと注意だ。やっぱ調子乗っていくと、やられるから。ちょっとそれだけ注意していきましょう。でもソウルもね、若干溜めながら行かなきゃいけないからね。よし、ちょっと立ち回りは難しくなるか。やっぱ無防が入ってるっていうことで、HP 管理が難しい。しゃあ。どんどん進んでいきましょう。やっぱここ長いな。長いわ。でもね、全然余裕でいけてる。うん、全然余裕。ソウルもそこまで気にせずいけるかな。うん。もうちょっとね、ソウルダメを頑張らなきゃいけないかなと思ってたけど、そんなことはないね。そこまで、うん、気にして戦っていくこともない。うん。途中途中で、弱いね、スケルトンとか、そこら辺を挟んでいければ、全然何とでもいける感じだった。よしよしよし。で、この、なんだろうね。
普通の矢とダイナモは仕様変更なのかな、もしくはこれは不具合なのか、どっちなんだろうね。ほらこれは分かんないや。どうなんだろうね。でもとにかく強い、半端じゃなく強い、やばいよこれ。あ、落ちちゃった。しゃあ、無謀でね、ちょっとやばいかなと思いきや、全然そんなことないね。この矢が使えれば全然なんとでもなる。しゃ、まあ本当にね、この、ダイナモが切れないように常に普通の矢を、装備しとくっていうのが重要だけど、まあそれも慣れればなんとでもなるかな。今回ちょっと宝箱少なめだったんで、そのままボスのところに進んでいきます。おっと、エンダーマンがどこにいるの。ああ、お、一発だエンダーマンの、ああよかったよかった、ミスったかと思った。よーし、あとはボスだ。しゃあ、楽勝でボス一発でしょ、どうせ一発だ。やいし、超楽勝、さすがだわ、これはすごい。それではクリア報酬弓だね、253、まあまあ強いんじゃない。おお、なんか新しいエンチャントついてる。何これ、オーバーチャージ。遠隔攻撃ボタンを押し続けると弓を2倍、3倍、4倍とチャージする。あ、なるほどね。そういうスキルか。まあまあいいんじゃないですか。はい。まあ、とりあえず今日は、このダイナモ、そして苦痛の矢、このセットが、もうとんでもないことになったよ、ということです。これ、おそらく修正来るかもしれない。これはさすがに、さすがにやばい。面白すぎるもん、こんなん。こんなん面白すぎるもん。はい。まあ、とりあえず今はね、まだやれるので、試してみてください。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。